ップ渋谷店店長の野中さんです。こんにちは。ラインナップはやっぱこれこそ地域一番を目指す。実はですね、僕遠い親戚。マジですか。履くだけでもいいと思うんですよ。履くだけでもいいと思うんですよ。かっこいい靴でも履いてみたら、こういう風に小指が重なってたら、やっぱり4本5本しっかり指があるから、しっかりその指を使えるように。82足目、83足目82です。82っす。自分がお客さんだったら、こういうのしてもらったら嬉しいなっていうのが僕すごい大事で、すごい喜んでくれるんですよね。ネットでいっぱいね買えちゃう時代でもですね、こういう人もいるんだよ。いや、やっぱりそこ、うん、もうちょっとね、こう、いや、まさにこうなんだ。いやー、もう本当こんな貴重な体験できないですね。今日履いてみてくれば来てほしいなと思ってます。トゲトゲのデーモンスキーにめちゃくちゃ、このグリップを発揮して、チックとかトラップっていうのがまた結構他のシューズとは違った感触だったので、そうなんです。こうやると分かるぞ。最近のスパイクの中でもかなりヤバいとは思いますけど、初代のプレデターアブソリュートパルスからソールと比べて、ここが少しくぼんでたりするんですけど、かなり変わってきてる。ほら、トップ店員さんが勧めるプレデターの履き方、間違いなく履くべきだと思います。これはマジヤバい。デコボコのデーモンスキンっていうのがついて、ぜひこれ履いてパフォーマンス上げてプレーしていただきたいなと思ってます。今履くと、なんとこのスマホリングの、こういうのしてもらったら嬉しいなっていうのが僕すごい大事で、自分がお客さんだったらこういうのしてもらったら嬉しいなっていうのが僕すごい大事で、ギャラリー2来てね。渋谷店だよ。